変化の早いビジネス環境においては、多様化する顧客ニーズに応え、新たな顧客体験を提供し続けていく必要があります。NTT データは、幅広いセールスフォースのサービスに、NTT データ独自のサービスを組み合わせて、カスタマーエンゲージメントプラットフォームとしての価値を最大化します。NTT データが考える新たな顧客体験の創出に向けた、デジタル化の課題と解決のポイントをご紹介します。従来、産業用の大型の機器などが販売された後は、買い手の責任においてその運用や補修がなされることが一般的でした。いわゆる売り切りのビジネスですね。しかし、現代ではだいぶ様子が違います。最大のターニングポイントは IoT の成熟です。IoT によりこれまで関与したくてもできなかった製品販売後の自社の製品、さらには顧客との関係性を継続的に維持することができるようになりました。しかし IoT も魔法の杖ではありません。 IoT から生成される膨大なデータも、それが分析されなければただの数字の羅列でしかありません。ロングジャーニーから得られた顧客インサイトをサポート、営業、マーケティング、あるいは製品開発といった社内の各部門にフィードバックし、それら各部門の行動変革につなげていくべきです。それによって製品主導のビジネスモデルから顧客主導のビジネスモデルに変えていくことが、製造業における DX の大きな潮流となっています。一方で、それを支える IT 技術を見ていくと、セールスフォースをはじめ IoT プラットフォーム、 AI、 分析など先進の技術が成熟し、クラウド経由ですぐに使える状態になってきています。それらの技術を素早く使ってみて、顧客のフィードバックを得て、自らのサービスを素早く改善し、継続的にその価値を向上していくことをお勧めします。ただ、取り組みを加速するのに必要な社内のリソース、特に技術を活用した変革をリードする人材が不足するようなケースが多々見られます。そうした中で、当社の持つ広範な先進テクノロジーに対する経験、ノウハウを活用され、そういった壁を打破されている企業様も多くいらっしゃいます。何か新しいことを始めようと思ったら、ぜひ当社 NTT データへお気軽にお声掛けをください。 NTT データはセールスフォースのサービスを最大限に活用するためのノウハウ、セールスフォースを熟知するエキスパートにトータルで任せる安心感で、お客様のデジタル変革をスピーディーに実現することをご支援します。多様化する顧客のニーズに応えた新たな顧客体験の創出へ、お客様と共に歩んでまいります。